今回は胸のトレーニングをとっていました。まずはベンチをインクラインの角度にしてインクラインダンベルプレスから入ってます。でターゲットは大胸筋上部をメインに、上部よりの中部にも刺激を入れることを狙っているってことで、ベンチの角度をですねちょっと浅め25度くらいにセットしてます。ということで、左上に種目名と重さを書いてあるんですけども、その下に大胸筋のイラストがあって、赤く色付けした部分を狙って行ってます。はい。でこの30キロはアップの2セット目で、この前にもう20キロでアップしてるんですけども、関節の具合だったりとかターゲットに効く可動域とかフォームを確認しました。じゃあここからが本番セットで、今回は40キロで行ってみました。まずは一気に膝を使ってダンベルをトップに持ち上げて、でブリッジを作って肩甲骨を寄せて胸を張って胸に重いを乗せてからスタートします。でボトムで大胸筋上部をストレッチさせたら切り返してトップで収縮を繰り返します。で、大胸筋上部の筋繊維の方向に合わせて、軌道としてはちょっと斜め下から上に上げるみたいなイメージで、腕は真横に開くのではなくて、ちょっとこう伸展の動きも付け加えて下ろしてます。で上げるときは逆に多少屈曲させながら腕を伸ばしていくみたいな軌道で行ってます。横から見るとこんな感じで、浅めのベンチの角度にしてやって、でトップは肩の真上に持ってきて、そこから気持ち腕を伸展させながら下ろしてきて、で上げるときは屈曲させて大胸筋上部を収縮させてます。で、今回のトレーニングはですね、自分の中ではフォームを重視して行いました。といっても決して軽い重量を持っているわけではなくて、ある程度重たい重量にも挑戦するんですけども、その中でもなるべく大胸筋で負荷を、コントロールしながら上げ下げするっていうことを意識して行ってます。じゃあ、次3セット目はですね、今ちょっと5回で結構いっぱいいっぱいだったので重量を下げました。一応自分の中では5回以上、8回以下の重量選択で行っているつもりです。なので、この36キロもですね、おそらく5、6回いけるだろうという狙いで重さを決めてみました。左が先に上がらなくなっちゃうので、その左に合わせた回数で終わるようにしてます。なんとかトップで上げ切って収縮で、最後はネガティブをかけて終了です。3セットで結構大胸筋上部は張りました。じゃあ次2種目目は、このゴムとストレッチマットを使って、角がフラットにするんですけども、フラットでダンベルプレスを行いました。このゴムでしっかりとね、ストレッチマットを固定してるんですけど、でそこにタオルを敷いて、でこの上に仰向けになった状態でダンベルプレスを行います。でこのマットを背中に敷いている理由は肩甲骨が寄せやすくなるからなんですけども、こうすることで肩の負担が減って、大胸筋に効きやすくなるっていうメリットがあるんですね。インクラインの時はダンベルの重みで肩甲骨が寄りやすいので、マットがなくてもねあまり変わらないんですけども、フラットの角度だと結構あるかないかで違いを感じます。で特に今はですねちょっと、フラットの角度だと右肩が痛いんですけども、治りかけでだいぶ良くなってきてるんですけど、マットを使うとその痛みが全くないんですね。持てる重量はちょっと下がるんですけど、それだけ肩骨がしっかりと寄って大胸筋が動くっていうことで、胸に効かせるっていうこともね体感できますので、最近はフラットの時は必ずこのマットを敷いて行うようにしてます。でフラットの場合でも、横に下ろすわけではなくて、多少
肘は下げて、手を結んだ線が胸の下のラインと重なる位置に下ろして、でそこから肩の真上に向かって持ち上げるようにしてます。はい、じゃあこれ3セット目で、この最後のセットはドロップセットで行いました。この36キロで限界までやったら重量を下げて、立て続けに行います。でこのドロップセットを行う理由はですね、トレーニングのボリュームを増やすっていうのが狙いなんですけども、来シーズンに向けての今オフシーズンということで、全体的に、ボリュームを増やすトレーニングを意識してるんですね。で具体的には種目数を増やしたりとか、あとはセット数だったり、1セットの、時間そのものもちょっと長めにあったりとかっていう感じで、トレーニング全体のボリュームを増やすことを意識してます。ということで12キロ下げて24キロでもう一回限界まで追い込んでいきます。でそのボリュームを増やす理由っていうのはですね、筋肉にかける刺激を増やすっていうのもあるんですけど、たくさんカロリーを消費したいっていうのもあります。来シーズンに向けてはですね、一応リーンバルクを意識していて、なるべく脂肪をつけないように筋肉をつけていきたいなっていうこと でその脂肪をつけすぎないっていう部分でなるべく消費カロリーを増やすために、そのトレーニングではボリュームを増やすことを意識してます。はい、じゃあ3種目目はディップスを行ったんですけども、ベンチプレスのセーフティーをこんな感じでね、2つ並べてそこに手をついて行いました。セーフティーを使う理由は手幅が自由に決めれるからっていうことで、一番大胸筋に効きやすい手幅、僕の場合は肩幅よりも拳1個分外側に開くと、大胸筋に効きやすいと感じるんですけども、その手幅で行ってます。でこう足にダンベルを挟んで22キロを挟んでですね、荷重した状態でディップスを行いました。でこれも上がらなくなったらドロップするんですけど、地面にダンベルを置いて足離してですね、でその、状態で自重だけで限界まで続けました。はいっていう感じです。この足に挟むやり方は単純にこうドロップセットがやりやすいからっていうね理由なんですけども、昔リッピングベルトがまだない時はね、ずっとこのやり方でやっていて、でベルトがジムに入ってからはずっとそれで重りぶら下げてるんですけども、やっぱりドロップセットをやろうとするとね、一旦足ついてその重りを外すっていう時間のロスができちゃうんですけど、こうするとノータイムでドロップセットができるので、ってことで、ドロップセットやるときは足で挟んでダンベルを行ってますね。はい、それでこれが3セット目です。大胸筋下部を狙ってるということで、上半身はちょっと倒し気味で下ろします。で肩骨をしっかりと寄せて大胸筋下部のストレッチを感じたら、トップに持ち上げて収縮させるんですけども、その時体を起こしすぎないように、起こしすぎると三頭筋の方に負荷が移っちゃうので、そうならないように大胸筋の収縮を感じたところで切り返して上げ下げしてます。で上がらなくなったら自重で追い込んで、でこの最後のセットだけはちょっとネガティブもかけてみました。自重でも上がらなくなったら地面に足をついて体を持ち上げて足離してネガティブっていうのを、そのネガティブが支えられなくなるところまで追い込んで終了しました。はい、でこれで一応上中下とね、ミッドレンジ種目で追い込みましたので、あとはストレッチ種目ということでプルオーバーを4種目目に行いました。これターゲットは また大胸筋下部なんですけども、このように腕を
縦に、まあ、ストレッチさせて大胸筋の下部のラインがですねこう伸びる状態を意識して、でそこから腕を、肋骨の方に近づけてくる意識でダンベルを持ち上げてます。一応プルオーバーは背中の種目でもあるので、あの背中のストレッチもね下ろした時は感じるんですけども、まあ、その感覚は無視して大胸筋だけにこう意識をね集中させて上げ下げしてます。最後はあのネガティブかけてダンベルを地面に置いて終了しました。でスタートする時は一旦ダンベルをベンチに置いて、で横に寝そべって、でそこから持ち上げてスタートをしてます。でダンベルを持ち上げたら一旦胸を張って大胸筋で負荷を支えてからダンベルを下ろしてストレッチで持ち上げて収縮、でトップに持ってきた時は垂直の手前で止めるようにして大胸筋から負荷が抜けないところで切り返すようにしてます。で動作の間中お尻はちょっと上げて、上半身はちょっとデクライン気味にしてます。こうすることによって重力でこう下方向にね引っ張れる方向にその筋肉のラインが向かうと思いますので、なので一応お尻は高く上げるようにして姿勢はねキープしてます。で上がらなくなってきたらチーティングを使うんですけど、チーティングを使うときはお尻をちょっと下げてその勢いを使ってダンベルをトップに持ち上げてます。グッと上げて、で上がってきたら体を戻して大胸筋を収縮、で最後はネガティブかけて地面に置いて終了です。で正面から見るとこんな感じで、肘は少し曲げてます。曲げることで肩の負担が減るので、まあ、胸が一番こう伸びてる感覚が感じやすい腕の角度で行ってます。あとボトムでは自然と腕はちょっと外旋、肩関節がね外旋しながら下ろす感じになるんですけども、で上げるときは、軽く内旋させてます。そうすることによって腕の外側についてる大胸筋が内側に近づいて収縮すると思いますので、まあ、その、動きをですね頭の中でイメージしながら実際の大胸筋のストレッチと収縮を意識しながら動作を行ってます。最後チーティング使ってトップで収縮させて、で最後ネガティブ耐えて終了です。はい、じゃあ最後5種目目はケーブルクロスを行いました。まあ、最後はね収縮種目で締めます。でターゲットは大胸筋上部なんですけども、まあ、今回のトレーニングは上部狙いからスタートしましたので最後も上部で締めるっていうメニューにしてます。あの大胸筋上部と中部はですね一応トレーニングのたびに交互に大種目に持ってくるようにしていて、なので今回はインクラインスタートでしたので次回の胸のトレーニングはフラットスタートっていう感じで僕はねローテーションを組むようにしてます。でダンベルフライもこの種目とね同じ動きなんですけども、ダンベルフライはこの2週間前にちょっと左肘を痛めてしまってまだ痛くてできないのでってことで、あの負担の少ないケーブル種目でフライのね動きを行いました。横から見るとこんな感じで、ケーブルマシンの前に体を持ってきて、で滑車は肩の高さぐらいに合わせてます。で体を少し前に倒すようにして、こうすることによってケーブルの引っ張られる方向がですね大胸筋上部の、筋繊維の方向と合うように姿勢を合わせてます。まあ、この種目はこれまでのフリーウェイトと違って、まあ、手を合わせた分、ね、収縮ポジションでも負荷がかかるのでそこでしっかりと、ね、大胸筋上部を収縮させることを意識してます。で手を合わせるのではなくてあくまでも
腕で胸を挟むような意識で収縮させていて、で最後はちょっとチーティングも使いながら追い込んで終了しました。これ3セット目なんですけども、全部で3セットで追い込んで胸トレは終了です。じゃあ、胸のトレーニングの後は腹筋も1種目だけやったんですけども、レッグレイズをこの感じでダンベルを足に挟んで荷重した状態で行いました。挟んでる重さは2キロです。でこのやり方はですね、まあ、以前解説動画でもアップしたんですけども、ベンチからお尻をはみ出した状態で、腹筋がストレッチされる状態をスタートにして、そこから、足を持ち上げながら腹筋を収縮させて、でトップでは負荷が抜けないように膝を曲げた状態で腰を丸めて腹筋を収縮させて、で、また膝を伸ばしながらストレッチっていう感じで動作を繰り返してます。はい、まあ、この種目は2年前に大会出た後からずっと続けていて、僕の中では腹筋のバルクアップにすごい効果があったなと感じてるんですけども、で、今年の試合が終わってからはですね、荷重をするようにしてさらに負荷を上げてですね、もっと腹筋を厚くするっていうことを、まあ、来シーズンに向けては狙うようにしてます。はい、ということでこれを3セットやって今回のトレーニングは全て終了しました。じゃあ、トレーニング後はですね、これコンディションチェックとして一応カメラに向かってポージングを撮ってみたんですけども、この日の体重は70キロジャストでした。大会の時が65キロ前後だったので、まあ、今は5キロプラスといったところです。まあ、一応毎日ね体重計には乗ってるんですけども、またこうやって定期的に映像でもチェックしながらですね、引き続きリーンバルクを目指していきたいと思います。はい、という感じで今回は5種目で大胸筋全体を鍛えてみました。まあ、ところどころ痛い関節はあるんですけども、それでも今回のようにですね、いろいろ工夫しながら、なるべく負担を避けてですねトレーニングはしています。まあ、それでも徐々に持てる重量は増えてきてますので、このまま怪我に気をつけながらバルクアップをですね目指していきたいと思います。ということでここからはトレ後の食事をとってみたんですけども、メニューはツナ缶1個、卵3個にアボカド1個、ご飯 200g を、これ毎回のトレーニング後にですね食べるようにしてます。卵を割って、でこれはねツナ缶の油を絞ってます。蓋を使ってギュッとね絞り出して、でフライパンにはオリーブオイルを 5g ほど垂らしてなじませて、で目玉焼きをまずは作ります。で蓋をして、で火が通ってる間にですね、チンしたご飯をお皿に開けて、でそこに油を絞ったツナ缶を開けます。でここにアボカドも乗せるんですけども、包丁で十字に切り込みを入れるとですね、パカッとね割れて、で種も簡単に取れますので、で種取ったら皮を剥いて、でご飯の横に並べて、これで準備完了です。あとはこうやってね、火が通るまで待って、まあ大体こんな感じで、ね、半熟の目玉焼きにするんですけども、でそれをご飯の上にのせて塩コショウで味付けしたら、これでトレ後の食事は完成です。あとはこんな感じで全体をぐしゃぐしゃに混ぜて、でそれをねスプーンでいただくんですけども、この卵をとアボカドとツナ缶、まあ、ご飯と結構相性が良くて結構美味しいんですよね。なので、まあ、この食事は、まあ、お気に入りで、まあ、しばらくはねトレ後の食事はこれを続けていこうかなというふうに思ってます。まあ、一応三大要素はねしっかりと取れる内容になってると思うんですけども、特に脂質はですね来シーズンに向けてはしっかりと取るように意識していて、なので、まあ、アボカドとかもね入れてるんですけども、なので、そうすると、全体的にカロリーっていうのはちょっと高くなるので、なので、カロリーオーバーを防ぐために、普段食べてる食事以外の間食とかは、なるべく食べないように、お菓子とかもですね、ほとんど今は、食べてないです。はい。
ということで、まあ、脂質もですね、なるべくリーンなものを取るようにして、まあ、リンバルクをそういうところでもですね、なるべく意識するようにしてます。はい、という感じで今回は胸のトレーニングとトレーニング後の食事をとってみました。またこんな感じで定期的にトレーニングだったりとか食事内容はアップしていきたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。